A3D、A-3 スカイウォーリアー飛行するか -3B142664 号機、A-3 スカイウォーリアーはアメリカ合衆国のダグラス社が開発し、アメリカ海軍で運用された、艦上攻撃機。核攻撃を目的とした大型艦上攻撃機として開発され、後には電子戦機や空中給油機としても用いられた。相性のは、 空の戦士の意。1962年の命名規則改定によって A3D から A-3 に解消された。第二次世界大戦終了後、アメリカ海軍は核爆弾を搭載できる大型艦上攻撃機を求めていた。1940年代後半の核爆弾は技術的限界から大型のものしか製造できなかったため核兵器運搬手段は 大型機に限られ各攻撃能力を保持していたのは大型の戦略爆撃機を保有するアメリカ空軍のみであった。海軍はそれに対抗し、1946年から大型艦上核攻撃機としてアージサベージの開発を開始させていたが、引き続き新型の大型艦上攻撃機の開発を行うこととなった。1947年、アメリカ海軍は4社に、 航空母艦より運用可能な核爆弾の搭載を前提とした4.5トンの爆弾搭載能力を持ち 3700km の戦闘行動半径を持つ艦上攻撃機についての使用要求を出した。これにはノースアメリカン社のソニー、J、スーパーサベージとダグラス社のソ 3D スカイウォーリアーの2案が選定されダグラス社の案は1949年3月には 正式な開発契約が締結され開発計画が開始された。アージ改め A-2 サベージの拡大発展型であり、ターボプロップエンジン補助、ターボジェットエンジン混載型のノースアメリカンシャーンソニー、J が主にエンジンの不調から開発が難航したのに、比べ、後退翼に2機のターボジェットエンジンを搭載した、ダグラスシャーンの試作機は1952年10月28日に、 初飛行したかい性能を示し、採用が決定し、ヤスリーディマイナス1と命名された。先行量産型ヤスリーディマイナス1に引き続いて、生産された、本格量産型ヤスリーディマイナス1は1956年から、海軍第一重攻撃飛行隊を皮切りに、部隊配備が開始された。運用できる、航空母艦は、SCB-27CE 階層と、 SCB-125A を行い、攻撃空母に分類されたままの SX-9 以降である。1961年には、後継機の A3J ビジランティの収益により生産を終了し、また各攻撃任務からは外された。その後は、大きな搭載能力を活かして、電子戦機や写真偵察機、空中給油機に改装されている。 1962年にはアメリカ軍の名称整理により命名規則が変更されたため A-3 の故障に変更されている。ちなみにこの命名規則の改正は本機と A3J の型番が紛らわしく混乱を生じたのが理由の一つであると言われる。各種派生型に改造された A-3 は長期にわたって使用され、 最終機の退役は1991年10月1日のことである。なお、アメリカ空軍においても回収型が B-66 デストロイヤーとして用いられた。空母、レンジャーに着艦する A3D-21958 年の撮影 A-3 は艦上機であるが全長23メートルにも達する開発当時としては屈指の大型艦上機である。 主翼は、後翼配置の後退翼で、翼下のパイロンにターボジェットエンジンを、片側一機ずつ搭載している。武装は、胴体内の爆弾層に搭載する構造であり、中期生産型まではビ部に自衛用のリモコン式、連装 20mm 機関砲を搭載していた。機銃は、後の回装により電子妨害ポットに置換されている。また、胴体後部には、エアブレーキを装備している。 電子戦機型では爆弾層を余圧キャビンに回収しそこに捜査員を収容したほかアンテナが装備されている。ベトナム戦争においては機雷投下任務にも使用された a 3 b 3面図 A-3B。ありがとうございます。